皆さん、こんにちは。また、はじめまして。江戸塾行政書士研科講師の井口淳也と申します。どうぞよろしくお願いします。まず、前のテロップで書かれていますように、2022年のですね、行政書士の合格を目標とした、新行政書士合格講座の体験編が始まりました。憲法はですね、私が担当させていただきます。そして一般知識等科目もですね、文書理解以外は私が担当させていただきます。ちょっと憲法はですね、若干、今の段階でもですね、話しておきたいことがありまして、ちょっと時間的にですね、1時間弱ぐらいで終わるんですが、ちょっと自己紹介をね、しようかなというふうに思ったんですが、ちょっと自己紹介はですね、一般知識等科目の体験編のところでさせてもらいたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、早速ですね、話していきたいなというふうに思うんですが、この憲法というふうな科目ですね。で、これはどういう科目なのかとか、法律とどう違うのかとかですね、今日はそんなところも体系的にね、捉えながら、また試験での位置づけ、どれぐらい点数を取らないといけないかとかですね、そんなところも踏まえながら見ていければというふうに思います。まずこの試験全体で見ますとですね、行政書士の試験っていうのは、300万点で戦うということになってきます。前にもですね、お出ししますけれども、この合格基準点っていうものがあるんですね。で、これは他の講師も話しているかもしれませんが、まず全体で300点中180点以上、実に6割以上の正解を出さないといけないというところです。よく行政書士では180点で受かるよ、180点で受かるよっていうふうに言われているのは、まず一つ目の合格基準点のことなんですね。しかしそれ以外に二つの合格基準点がありまして、もう一つが法令等科目で122点以上、そして一般知識等科目で、56点中24点以上ということになってきます。で、この憲法っていうのは法令科目に入ってきますので、この244点中何点の、割合が何点ぐらいあるのかっていうところをまず見ていきたいというふうに思います。もう一度ですね、前のパワーポイントを見てもらえたらっていうふうに思うんですけども、こちらになっていますね。はい。まずは憲法は何問出るんですかっていうところなんですけども、まずは五子択一式で5問というところです。これで、五子20点ですね。五子択一式の点数配分は1問が4点というふうな配点なのでですね。5問出ますから五子20点というところです。そして、この多子選択式っていうのもありまして。これはどういうもんなんですかというとですね。20個あるんですが、その5群からですね、選んでいくんです。それがですね、1問で、4箱があるんで、4箱なんですが、1箱がですね、これは2点というところなんで、2×4 で、8点というところで。要するに、28点分あるということですね。法令等の全体では244点。そして一般知識等科目、合わせると300点中24点というところなので、全体で見ると、大体7、8% ぐらい。そして、法令科目で見ると大体 10% ぐらいの割合でですね、試験には出ています。でね、この商法も試験科目で、商法は、20点なんですね、全体でね。5問出ますから。で、憲法が28点ですね。点数的に見るとそんなに高くないじゃないかと。皆さんも知っておられる通りですね。民法や行政法はですね、2つの科目だけでね、もう180点を超えるぐらい大きな点数配分になってるんだけれどもと。ただ憲法は全体で見たとしてもね、28点しかないんじゃないの、商法等においては20点しかないから、それほど大事ではないんじゃないかっていうふうに思われるかもしれません。ただもちろんですね、この商法も大事なんですが、憲法はですね、この学習をすることによって、それ以外の科目にもですね、派生してくるんです。例えば、行政法という科目にもですね、非常に密接している、同じ判例の違う箇所がですね、憲法で学習した判例の違うところとか、聞き方が違う形で行政法で出てきたりとかですね。また、政治経済社会というふうな科目が一般知識等科目ではあるんですが、その政経社に派生するようなことも結構ありますので、潜在的にはこの28点で終わらないというふうに思いますね。
まあ何点ぐらいかって言ったらね、都市によってわからないんですけども。まあこの、ここで学習した門っていうのはですね、28点以上のそれを超える威力はありますので、まあこれしっかりとね、憲法も学習してほしいというふうに思います。まあ多くの人がですね、この憲法から学習されているというふうに思いますからですね、まずこの法の仕組み、憲法の仕組みなんてことをしっかりと知ってもらってですね、概略を今日はですね、踏まえて、学習してもらったらなっていうふうに思います。まあ別に、そのレジュメ等はね、ありませんから前に出しているパワーポイント、また私がですね、OHC というところで、まあ、板書を書いていったりするところをね、まあ見ておいてもらうぐらいで、ちょうどいいというふうに思います。さて、では続きましてですね、見ていきたいのがですが、憲法でですね、何問正解しないといけないの？ということですよね。まあ、全体300点中180点以上を取らないといけないということなんですけれども、まずね、簡潔に言うと、憲法はだいたい7割ぐらいという正答率を上げてほしいと期待しています。まあ、これも当然ね、都市によっては違ってくるんやけれども、それでも、まあ、まずこの目標として言うんであれば、7割ぐらいを、まあ、取ってもらって嬉しいなというふうに思います。なので、先ほど言ったこの五子択一式、まあ、全部で5問で20点満点というふうに言いました。そのうちの3問以上ね、取れたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、3問以上ね、まあ4問、まあもちろん4問、5問ね。それは満点狙えればいいんだけれども、まあ五子択一式3問以上。で、まあ五子択一式でね、3問以上まあ取れるぐらいのも実力があるんだったら、多子選択式でもね、やはりそれなりの点数が取れるようになっています。まあ、この多子選択式の勉強でどうしたらいいんですか？まあ、今後皆さん勉強していく中でね。まあ、穴抜きの問題ですから、どうやって勉強したらいいのっていうふうな、そういう、ま、質問をよく受けるんですけどね。まあ、とりあえずまず五子択一式をしっかり勉強すればね、多子選択式も、ま、普通に上がってくるので、まあ、そこは心配しないで、というところで、まあ、多子も、だいたい今2、3問以上、というところでね。まあ、7割を目指していくっていうのを一つの目標にしてもらったら、というふうに思っています。はい。というところで、まずね、得点目標とか、まあ、全体の点数がどれぐらいに値するのかっていうところを、まずお話しさせてもらいました。まあ、これがね、点数や出る配点の概略というところで、これでまず締めたいなというふうに思うんですね。で、まあ、続きましてですね、この憲法というものと法律というものがあるんですね。で、憲法って一体何なのっていうふうに、皆さん自分に聞いて、見てほしいんです。まあ僕は質問しますけど、憲法って何ですかって皆さんにね、聞いた場合、どういうふうな答えが返ってきますかね。少し考えてほしいなというふうに思うんですね。憲法とは何ですかっていうふうに言われたら、皆さんどんなふうに答えますかね。まあ、このインターネットでね、皆さん聞いておられたりするので、いろんな意見がね、いろんな回答があるというふうに思うんですけれども、例えば法律と同じだとかね、法律よりも強いものだ、まあ、いろんな意見があると思うんですね。また憲法ってなんとなく、我々国民をね、縛って、ちょっとめんどくさそうなそういうふうな、法じゃないのとかですね、憲法は改正したらダメなんだとか、憲法は改正すべきだとか、まあ、いろいろなそういう答えがね、あるというふうに思うんです。で、そこでですね、まず憲法と対する形で見ていきたいなっていうふうなものが法律ということになるんです。さあ、まずね、皆さんに質問投げかけますが、さあ、これね、前の OHC じゃなくてパワーポイントに出していますが、なぜ法律は必要なのかというところを皆さんちょっと考えてほしいんです。なぜ法律は必要なんでしょうね。これもね、どう思いますかということなんです。例えば一例をね、出してみたいというふうに思うんですが、ずらっと前見てくださいね。私たちは自分のものを、まあこれね、民法では物なんて言い方するのは、まあ、別に物をでも今はいいですが、原則として自由に使っているはずですと。例えば今持ってメモを取っているペン。まあ皆さん今メモをね、おそらく捉えてるというふうに思うんですが、そのペンであったりね。メモ用紙なんてところもなんですが、これ皆さんが自由に使っていますよね、というところなんです。なので、まず、原則的に言うとなんですが、まあこれ所有権というふうに民法では言うんですけどね。皆さんに所有するそういう権利があるんだったらですね、これは自由に使えるのが当然というのは皆さんもお分かりかと思うんですね。まあもちろん車でもそうですけど、車をね、持っているんだから自由に走ってもいいんじゃないかっていうふうに皆さん思うかもしれません。さあ、でね、
ちょっと一つ皆さん考えてみてほしいんですが、皆さんが土地を持っている、まあ地主さんだなんていうふうに、ちょっと想定してほしいなっていうふうに思うんですね。で、自分が土地を持っているから、ね、例えば、スカイツリーみたいな高いね、とか、昔のお城のようなものをね、建てたいとか、まあね、50階建てのビルを作りたいんだとかね、そういうふうに思うかもしれませんが、じゃそれが果たして 100% 認められるのかとすればですね、そうでないことって実は多いんですよね。もしかしたら知っておられないかもしれませんけれども。まあ僕はですね、京都に住んでるんですが、今ね、大阪でちょうど撮影してるんですね。今僕は撮影してるこのちょうど横、今ちょうど電車がね、見えないですが走っていて、あともう周りはね、超高層ビルばかりのもう大阪、しかも梅田のど真ん中なんですね。で、このあたりバーッと見てるとなんですが、皆さん想像してもらったらですけれども、まあすごく高いビルがバンバン立ち並んでいます。まあ伊藤地区の入ってるビルもそれなりに高いね、ビルなんですよ。で、これがこのあたりでは建てれるんだけれども、ちょっと一つね、駅をこうバンバン離れていくとなんですけれども、なんかこう高いビルがなくですね、低い住宅的なところばっかりがね、住宅街がずらーっとこう、並んでるような、そういう皆さんも住宅街を見かけるかもしれないなっていうふうに思うんですね。それところでですね、住宅街を想像してみるとなんですが、こういう感じ。僕の今の頭のイメージは、こういう感じなんです。今のこのね、絵を出していますけれども。なんかこう2階か3階ぐらいのね、まあ低層な、というかまあ低い高さの、そういう建物もずらっとね、あったりするじゃないですか。そういうところをね、想定してほしいんですよ。で、ここでね、皆さんが、ですよ、さっき僕が言ったような、そういう高い高層ビルドーン建てれんやろうかっていうふうにちょっと考えてほしいんですよね。で、それがどうなんですかっていうふうなところなんですが、まずね、大前提には、当然誰もが自分の土地をね、自由に使っていいはずちゃうのっていうふうに思いません？ねえ。なぜその住宅街ができるんでしょうか？ねえ。というところになってくるわけですよ。なんでそういう、二階か三階建てのね、そういう建物ばかりがずらっとできるんでしょうか。実はね、これは法律っていうものがあるんですよね。まあ、それは当然やんというのを思うかもしれませんが、まあ、具体的な法律で言うと、建築基準法っていう法律があるんです。前見てもらったらね。建築基準法によって、大種低層住居専用地域に建てることができる建物の用途が定まっているから、というふうに書かれています。そして、大種低層住居専用地域は、都道府県と行政がですね、まあ行政っていうんですよね。まあ行政ですけれども、都市計画法に基づいて決定してるんだ。ということなんです。だから僕はね、これ何を言いたいのかっていうふうに言うとなんですけどね。実は自分の土地だから、自分のものだからと言って、自由に何でも変えてもできるのかっていうと、実はそうではない場合がですね、あるんですよ。まあ多くの場合の法律がこういうもんなんですね。まあどちらかというと我々の自由であったり、権利ですね。まあ所有権もしかりなんですが、そのようなところを制限していく。実はこれがですね、法律が持つ、まあ、原則的な、まあ意味というかね、これすごい大事なんですよ、皆さんね。皆さんこれから、まあいろんな、ね、行政法絡みの中にもね、いろんな法律を見ていきますし、民法っていう法律、商法や会社法、ね、また一般知識等科目では個人情報保護法なんていうような、まあそういう法律をたくさん皆さん法律家に将来になるんですから見ていくわけなんですけどね。まず法律というものは原則論ですよ。絶対そうではないんですが、多くの場合がっていうふうであればですね、我々の権利っていうのをですね、まあ制限する。なぜ制限するんですかというと、まあこれもですね、まあ憲法上で言うと公共の福祉なんていうふうに言うんですが、公共の福祉だったりそれ以外の理由もそれぞれあるんですけどね。まあ要は、一人で来てるんじゃないんです。で僕は一人で来てるわけじゃなく、皆さんと共に、この日本や地球っていうところで来てるわけです。まあ今日本でね、地球ででかく言いすぎましたけども。ってことは、共に生きないといけないというふうなことになればですね、やはり自分が 100% 何でもできるっていう状態というのはやっぱりこれは難しいわけです。で、それの調整を図るのが法律。なので、どちらかというと我々の権利を制限されるという場合が多いということなんですよ。さあちょっと前見てくださいね。
人が社会を構成する以上、自己の権利を守り、また他者の権利を妨げないようにルール、イコール、これが法律が必要なんだということです。まあ、この法律っていうことに関して言うんだけどね、それ以外に、まあ、法律っていうのは、憲法でも習っていくんですけどね、国会で作るんです。国会っていうのは立法府とか、まあ、立法権、立法っていうふうに言います。立てる法なんていうところですよね。で、そこで作られるのが、実はこれ、法律なんです。立法にはですね、国会にはですね、皆さんもしかしたら、小中ぐらいでね、社会見学とかでね、僕は行ったんですよ。国会議事堂中に入ってね。で、国会があるんですが、そこで、衆議院さん、参議院さんがですね、それぞれに、話し合いをこう持ちながらですね、そして、議決をして、法律を作っていくんですよ。ね。ね、これがまあ法律というものなんですが、それは僕らのですね、権限、権利を制限するのは実は法律だけではなく、それ以外にも、まあ今後、これは行政法で坂本先生が、教えてくださる、まあ行政立法絡みの政令とか省令でね、制限されていったり、また条例というものもありますが、条例も地方公共団体、まあ例えば都道府県ですね、東京都とか、大阪府、北海道、沖縄とかですね、福島県とか、そういう県、また市、町、村が作るような条例というものもあったりします。はい。で、まあ、この法律っていうものをですね、以外にも、こういうふうに我々の権利等を制限するような、こういうルールというのが世の中にはあるんだということなんです。まあ、今回具体的に出たものが、都市計画法や建築基準法なんていうものがですね、我々持っている所有権に制限を加えたんだというところです。それは誰にとっても住みよい街を作るため、みんなのためなんだというところであるわけですよね。ただもちろん先ほどから何度も何度も言ってるんだけれども、ここをね、忘れてはいけないんです。今からが憲法を皆さん学習する上でめちゃくちゃ大事なところなんですよ。ね。皆さん初めて憲法を聞くよとか、まあ今まで憲法を勉強された人もいるかもしれませんが、初めて学習する人も、今まで憲法を勉強されたことがある人もですね、もう一度考えてほしいことがあるわけです。今から言うことですね。それがどんなことなんていうと、これです。はい。ただ、法律が本来私たちが自由であることに対して制限を加えているんだということを、やはりね、忘れてはならないということです。ね。そうなんです。忘れてはダメなんですよ。ね。ちょっとですね、皆さん、前にね、たまに僕はこの板書図っていうのを使うんで、まあ、パワーポイントだけじゃなく、まあ、僕の講義の場合は前にね、メモ書きみたいなものを書いていくこともありますのでね。まあ、そんな時は、まあ、今はいいですがね、どんどんメモを取っていってもらいたいなっていうふうに思うんです。ちょっと考えてくださいね。ずらーっとこう絵を描いてます。ちゃちゃっとね。で、一応これ、道路というふうに考えてください。で、ここにですね、皆さんが、土地をですね、持ってるんです。実際ね、A という土地を持ってます。ちょっと変な字になっちゃいました。すいませんね。A 土地を持ってるんです。ただですね、もうすでに横にはなんですけれどもね、こういうふうに、薬屋さんがですね、ちょっとこれ病院みたいなんですけども、薬屋さんね、はい。薬屋さんがですね、立ってるんですよ、おそらくと。ね。で、皆さんとしては、ね、この横に薬屋さんも自分も建てたいなぁなんていうふうに考えたんですね。さて、過去の人はですね、どんなことを言われたかというと、皆さんがこのさっき言った通り、A、このね、A 土地を持っていて横に薬局がこうあるんですけどね、皆さんが建てたいなぁ、薬屋さんをと思ったら、昔はダメだって言われた。まあ、今簡単に言ってますからね。横にね、薬局があると、その横に薬屋建てたらダメなんですよ。まあ、近距離にって言います。近い距離に建てたらダメなんだ。というふうに、昔はね、規制があったんですね。先ほども言いました通り、自分の土地にも関わらずですよ。で、この規制はどういう規制ですかと、法律によって規制なんです。まあ、建築基準法でも、都市計画法でも今回はないんですが、薬事法というふうなんですね。まあそういう規制でですね、まあ建てたらダメなんだというふうに言われたんですよ。さあ皆さんがもし仮に A さんやったらどう思います？
皆さん仮に A さんやったらね、いや、A 土地を持ってる所有者やったらどう思いますか？やはり文句言ったですね。え、なんなんそれ？おかしいんじゃないか？というふうに。だって皆さんの権利でしょ？皆さんの所有権っていう、そういうものがあるんです。ただしダメなんだっていうふうにこう言われたんです。さあ、ここから大事なんですね。で、憲法を学習する上でですね、実はこれも大事なことなんだけれども、憲法とですね、ルール体系の中、ルール、あれでしょ？ルール体系の中の王様なんです。まあ、皆さん聞いたことあると思うんです。最高法規制とかね。そういうふうなことは聞いたことあると思うんです。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重とかいうふうな感じで憲法っていう話をね、まあ、小中高で受けたり、今まで学習したことあるというふうに思うんですが、もちろん最高法規っていうふうなことも聞いたことあると思います。憲法というのは実は、ルール体系の中でですね、トップは要するに法のまたはルールの王様というふうに僕は訳してるんですよ。ね。で、さっきの図に戻るとですね、まあ、この横にね、書きたいなと思うんですけども、はい。まあ、これがルール体系。これが全部のルールとすればね、一番上に憲法、そして法律、政令、省令、条例、規則っていうのがどん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 いろんなルールがあるんだけども、このルールの中でトップなんですね。憲法っていうのは。一番トップに君臨してるわけですよ。なので、先ほどのようなですね、例えば皆さんが A 土地を持っていって、薬屋さんをこの薬屋の横に自分も建てたいと思って、あまりにもひどい、あまりにも理不尽なというか、また不合理なっていうかね、そういう法律や、それ以外のルールっていうのがあれば、憲法がですね、実は守ってくれるんです。ダメだ、そんなルールダメだよ。わかりますか？そんなね、勝手な、あまりにも国民の権利、自由を奪うようなルールはダメだよ。っていうところで、我々の権利っていうのを守る。実はね、憲法ってそれが目的なんですね。ちょっと前見てもらったらなんですけれども、これなんです。人権統治っていうふうにありますけれども、憲法っていうものにおいてはですね、我々の自由、人権、まあ自由とかね、まあ、さっきのまあ所有権、うんぬんってことももう全部入るんでしょうけども、そこの、ものを守るってことが目的なんですね。そのために統治っていう手段、まあ統治、まあ後でやっていきますけれども、手段がある。だから、今分かってほしいのはですが、先ほどで言うとね、この OHC なんですけれども、我々の権利、ね、今前見てください。我々の権利っていうのが、これ奪われすぎましたよね。その薬局に関するそういう法律によってですね。なので、そういうルールはダメなんだよ。そういうものが実は違憲って言うんです。違憲。そんなん言ったら違憲で、ちょっとま、いかんでか。違憲っていうところですみません。何も思わないですね。はい。違憲というふうに言われるんですね。違憲です。わかりましたね。なので、これね、先ほど前に書いた、この図なんですけどもね。この A、土地を持ってる所有者さんはですね、裁判所によって救ってもらったんですね。すなわち、違憲。このね、薬事法はあまりにも、国民の権利、自由を奪いすぎてますよ。ね。一番トップなんだから。ルールの王様がですね、どうするかというと、我々の権利を守ってくれる方向に働くんです。実はこれがですね、具体的な憲法というものであります。ね。まあ今まで皆さんが思っている憲法って何かなっていうふうなところなんですが、でもいろいろと皆さん的には考えておられたかもしれません。憲法を改正しないとダメだとかね。憲法を改正しないと、まあ我々の権利が守れない云々とかもいろんなこともあったかもしれません。まあもちろん他国の関係とまた違うところもあるんでしょうけれどもね。でも根本にあるこの憲法の仕組みや目的というものに関して言うと、我々の権利を守るということです。これしっかりとね、しっかりと覚えておいてほしい。これを忘れるとね、実は、なかなかね、憲法で手強くなるんですね。体系編なんですが、体系編だからまあ聞かなくていいだろうじゃなくて、ここの根本的なところってその他でなかなか説明できないんですね。それぞれ、今年の進行形行説合格講座っていうのは、まあ、ものすごくいい、どういうことがいいかというとですね、それぞれパーツに分けて話していきますから。なので、今パーツに分けて話す。この人権、いうところ、憲法の大きな仕組みっていうのはね、
やはりここで話すのが最適だろうというふうに思ってますから、もうすでに講義の方はしっかりと始まっているというふうな認識を持ってですね、聞いてもらったらと思います。ね。というところで、さあ先ほども言いましたが、憲法というのは人権という部門と統治という部門に、があります。人権というのは、いわゆる、これをね、我々の住権。まあね、この、何ちの国から、ほっといてくれとか、国に助けてくれとか、自分には財産があるんだ、なんていう、そういうふうな人とする権利ですね。それを守るために実は、この統治っていう手段があるんですね。で、これが憲法。憲法は人権部門と統治部門に分かれてるんです。で、統治って一体何ですかというふうに言うと、まあ分かりやすく言うとですね、この日本の国家権力、これも大事なんでね、三権分立って皆さん知っておられるというふうに思うんです。三権分立。まあ、また分離なんでね、言う人いますが、三権分立っていうのは、司法、立法、行政、この三つに分かれてるんですね。で、三つに分かれた理由というのはですが、まあ、1945年ですよね。まあ、戦争が終わりました。まあ、終戦ですよ。ね。8月15かな。で、終戦なんです。を迎えました。で、そこでね、この憲法、日本国憲法、今の憲法が、まあ、改正というか、まあ、どちらかというと改革になってくるんですが、まあ、一応改正というかね、明治憲法から日本憲法に、日本国憲法に変わったわけです。で、この憲法というものに関して言うと、まあ、やはり戦争等で、我々の命という権利とかをね、やっぱり最大の権利を奪われたわけじゃないですか。で、その奪われた理由は一体何なんですか？まあ、これいろんな理由があるんですが、まあ、根本的なことを言うんだれば、やはり、天皇主権っていうことかな？君主制というかね。まあ、要するに、一人の人が、とか、もしくは一つの機関がですね、先端的に、まあだからもうそれを独占的にって訳してもいいかもしれませんが、国家権力を、こう、奪ったというね。先端的に国家権力を自分が自由に支配した。一人の人。一つの機関が。まあ、少人数がとかですね。それでどうなりましたかというとなんですが、やっぱり多くの命が奪われたわけですよ。日本は原爆も落とされてね。まあ、本当に8月の6日と9日ね、広島と長崎、この辺りも政治経済社会に出るんでね、出たことあるんです。まあ、覚えておかないと。まあ、当然なんですけどね。そういうものが出たりするんですけども。そこで投下されたりして多くの、まあ、もちろんその原爆だけではなく、それ以外においてもたくさんの命が奪われたんですよ。で、そこの一つの、やはりね、反省点としては一つの人、一人の人とかね、まあ、一つの機関が、強大な権力、すべての権力をやっぱり掌握した、持ったってことです。そうすると国民の権利、自由なんてどうでもよくなる。で、まあ、どうでもよくなると、まあ、そういう方向に働きやすい。っていうところで、日本は、考えました。もちろん、アメリカのね、方々が来られてます。マッカーサー219、連合国軍総司令部ね。で、マッカーサー草案なんていうところで、まあ、憲法なんてことができていったわけなんですけどね。まあ、歴史的な話もしてますが、今の、この前見てもらったらですね、実は憲法、国家権力ということに関しては、どうなってるんですかというと、立法と司法と、この行政っていう仕組み、この権力を分けてですね。そして、こういう仕組みを追って、実は我々の権利を守っているということです。何が言いたいかというと、一人の人が全部の権力を掌握できない、それぞれ機関が分かれています。立法はどんな機関ですかというとですね、これは、法律を、まあ、簡単に言ってます。法律を作る、ルールを作るっていう機関です。で、行政は何ですかって、そのルールを作ったものをですね、まあ、基本的に使って、まあ、政策と、まあね、それを行っていく、具体的に動く、行うでしょ？行政、行う政治っていうか、で、実際上、立法府が作った、ね、そういうルールを使って行政が動く。そして司法は、この立法や行政のすることに対してチェックをするんだ、裁判するんだ。立法が作った法律、ちょっとおかしいんじゃないですかってさっきみたいにね、薬事法の違憲判決が出たじゃないですか。そういうふうに、あまりにも規制が厳しかったら、司法がちょっとダメだよっていうふうに、こうやって言ったりですね。また行政の行いが、
悪いんだよ、ちょっとこれ国民の権利奪いすぎちゃいますかって言ったり。ね。また、立法は司法を法律で制限したりとかですね。こういうね、簡単に言うと、持ちつ持たれつ、または監視し合っている、こういうね、仕組みを作ったんです。これが統治で言うと、まず大事な仕組みなんです。ね。国を治めていくっていう仕組み。まず一つの大きなところが三権分立なんてことを作っていったんです。わかりましたかね。一人の人が全ての権力を持ったらどうなったかっていうとですね、まあ国が滅びたって言ってもいいかもしれません。または多くの国民の命が、または人権、権利ですね。それが奪われたんです。ということで、日本国憲法では、まずは三権分立っていうふうな、そういう規定を統治でおいて、だから答えがどうなるのか、それがイコール国民の人権を守るという目的なんです。だから統治っていうのはもちろん三権分立以外に、それ以外にもね、いろんなことがありますが、まず大きく僕は今日話してるんで、全部分かってほしいなと思っていないんです。だから、権力を三つに分けるっていうのは何でですかというと、これは国民の権利を守るため。それが、こう訳すと、統治と人権、すなわち、人権と統治は、目的と手段の関係にある。っていうところで、この人権が前半に書かれていて、統治が後半に書かれているということなんです。それが憲法の全体像なんです。人権、統治、目的と手段、この言葉絶対忘れないでほしいな。意味をちゃんと捉えてね、どういうものなのかって捉えてね。実はこれあんまりね、法学部で学習しているっていうような大学生、学生、卒業生でもですね、知らないっていう人がいるぐらいなので、ちょっとびっくりしたりするんですかね。僕は別に法学でも何でもないんですが、まあ、伊藤塾でね、学習しまして、このあたり教えてもらいましたけどもね、もうものすごく大事なところかというふうに思うんですね。はい。というところです。さあ、大体この憲法っていうものが分かってきましたから、ね、いろんな具体例をね、持ちながらでかく今日話しているんですが、このでかくね、皆さんも捉えるっていうのがどれほど大事かということをまず知ってもらったらというふうに思います。さあ、次のパワーポイントを見てもらいたいんです。さあ、ここで憲法と法律、もう一度ね、おさらいしていきたいなというふうに思います。さあ、こういうふうにですね、簡潔に僕は書いてみました。上が国、下が国民というところです。左はですね、これ憲法、右が法律。さあ、皆さん意味わかりますか？パッとこれを見て、大体の意味がわかりますか？ちょっと考えてほしいなというふうに思うんです。ね、下に国民、上に国、いうことがあります。矢印の方向が違いますよね。さあ、これどういうことなんですかってことをちょっと皆さん自身で一度捉えてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思うんです。かで考えることすごい大事なんでね。どうでしょう。まあ、この僕のクラスではね、まあ、小テストなんてこともしていきながらね、考えてますけどね、これどう思うとかって皆さんに、LINE とか使いながらね、質問投げかけて答えもらったりしようかなと思ってますが、さあどうでしょう、左右。ね、左側は憲法、右側は法律ということなんですが、法律右側見ていくと、国側が国民に対して制限しているような感じで、国から国民に矢印をあえて出したんですね。まあ、こればかりじゃないんだけど、多くの場合がって言い方を先ほどしましたからね。多くの場合の法律が上から下に対して、国民に対してこうやれ、こうしろ、これはダメだ、とかね、そういうふうな制限を加えているんだ。どちらかというと権利を奪っているというふうに言えると思いますが、左側の憲法はどうでしょうかというとですね、国民から国に対して矢印が出ていますね。まあ、これは、まあ、具体的な憲法という法がね、国を縛ってるんだけれども、まあ、国民の権利守ってね、とか、国民の社会権ね、なんかこう、生活に困窮したりするとね、なんかちょっとお金ちょうだいね、まあ、簡単に言うとですよ。そういうふうに、国民がね、国に対して、どちらかというと、こうした、ああして、とかいうふうな感じの、まあ、義務を課すっていうかね、規制を課してる、なんていうふうな、そういう感じであるんですよ。わかりましたか？もしかしたら今までの皆さんが思ってる憲法と大きく変わったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。今まで憲法と法律ってほとんど同じだっていうふうに思っている人も中には当然いると思います。例えば、こんなところをですね、見てみるとですね、いや法律もその憲法ももう基本的にね、同じだと思ってましたとか。だから憲法というのは国民にとって、ちょっとまあめんどくさいものなんで、これを早く改正しないといけないんじゃないかっていうふうなね。まあ、
なんちゅうの巷ではとか、世論の中にはですね、憲法を、まあ、いたずらに変えたいという人もいるわけですよ。なぜかというと、別に僕は憲法を変えることに関し、改正することに対しては反対ではないです。ね。賛成でも反対でもないということです。ただ今は、どちらかというと反対。なぜかというと、まあ今多くの、まあ与党というかね、政治家さんが考えているような、そういう、憲法の改正の仕組みがね、こんなこと言ってるんですけれども、国民が義務者だ。国民も憲法を守りなさいなんていうふうなことを、まあ書かれていたり、言われていたりしているので、まあそういう意味ではね、いやいや、国民が国に対してですよ、まあ権利を守ってね、どちらかというと、こっちが主導で動いている、国民主権的に動いているものをですね、そこをこう、ね、なんか法律と同じような感じにも捉えられるような、そういう改正、であればね、やはりこれ以上この規制きついのも何なんかなってやっぱり思うんでですね。そういう意味で僕は今反対。だからそれをね、もっと国民の権利守ると、そんなことやったら大いに賛成、しますけどね。はい。まあそれ以外にいろんな九条の戦争云々ってことはありますが、まあそれは皆さん自身で考えてもらったらというふうに思うんですが、僕の理由はそういうことです。ね。なので、反対賛成ってことは全然いいんですよ。皆さんが自由にね、考えてもらったら。ただ、こういうふうに、まあ、少しでもというか、今から皆さん学習しますからね、しっかりと憲法を知った上でね、やはり議論をする。やっぱりね、根拠をね、持ってね、賛成反対と言わないとね、やっぱ無責任やというふうに思うんですね。まあ、行政書士の仕事においても、やっぱりそうですけどね、根拠がないとね、やっぱダメなんですよね。そういう意味では、やはり今学習しているということもすごく大事なこと、将来においてもなってきますからね。まあ、本当にしっかりと頭に入れてほしいと。いうふうに思います。さあ、憲法と法律というところで法律から持っていって憲法と比べて、最後皆さんに権利を守るということで、でかいような憲法のお中身を皆さんの頭に今入れてもらったということです。さあ、では次にですけども質問していきましょう。憲法とは何か？さあ、皆さん、憲法とは何かというふうに聞かれたら何て答えますか？さあ、はじめに僕同じ質問をしたんです。憲法とは何ですか？皆さんに少し時間を開けてね。もう一回聞いたよね。憲法って何なんと。さあ、どういうふうに答えますか。まあ、いろんな意見があるんだろうけれども、たださっきよりは変わったでしょうと。一つ目、このように法律、立法、憲、この法律をもとに活動する行政権は、私たちの権利、自由を、まあ、どちらかというと制限するので、必要以上の制限があっては、困るよねっていうことは当然だよ。ということで、はい、これ、私たちの基本的人権を保障するために必要以上の制限がなされないよう、つまり、ここ大事です。国家権力が乱用を起こさないよう、歯止めをかけるのが憲法です。なので、もう一回戻ると、憲法は人権、我々の人権を守るっていう目的のため、統治、手段という仕組みもある。また我々の権利を害しすぎるような法律があると、違憲というものを出して、我々の権利を守るということです。ですから、まあ、この、先ほどの事例で言うと、A 土地を、今前見てもらったら A 土地を持っている、所有者さんは、薬局を建てることができたんです、ということです。ですから、まあ、それは裁判までしてね、すごい大変だったというふうに思うんですが、やはりこの法律がおかしいんだっていうふうに、まあ、裁判所が判断してくれてですね、憲法違反ということでですね、晴れて薬局を開設できるようになったというストーリー。こういうものも薬局距離制限事件なんてことでですね、また、皆さんお伝えしていきますけれども、まあ、こんな風な感じが憲法なんですよ。わかりましたかね。で、ちょっと見ていきましょうというところなんですが、憲法の位置づけっていうところね、ごめんなさい、憲法の位置づけっていうところをちょっと見ていきたいんですけれども、さっき言いましたよね、三角の図を出しましたが、まあ、ルールがあるんだったら、憲法というのはルールの中の王様ということになります。で、憲法においては人権を保障するっていうね、まあ、かで載ってますが、そういう、まあ、目的、そういう条文っていうのが、たくさんありますから、法律はこの憲法をね、はみ出すことはできないっていうことです。で、また、憲法を守るっていうのは誰なんですかっていうと、国家側なんです。まあ、公権力、まあ、地方も含みますけれども、国側です。公権力側です。
だから我々は国が憲法に違反してるよっていうふうに言えるということです。一つですね、これ具体例を挙げるんだればですが、この伊藤塾の塾長ですね、伊藤誠塾長ですが、まあ一人一票というところでね、もう何年も戦っておられます。で、衆議院参議院というところでですね、一票の格差が自分の住んでいるですね、土地によって違うんですよ。自分の土地はもしかしたら 0.5 票とかね、0.3 票かもしれない。ある人は、ね、他の人に比べたらもう何倍も3倍ぐらいね、もしかしたら、その一票の価値がですね、高い場合があるんです。これでおかしいだろうというふうにね、塾長思われて、憲法違反だ。憲法は人権。その中で参政権ってことがあるじゃないか。ね。やはり我々のその参政する権利。ね。それはすごく大事な人権なんだっていうところで戦っておられるということです。不平等の中で政治家を選んで、その人たちが法律を作るっていうのは、これは法律は全体に回ってきますから、その法律によって行政やもちろん司法も動いていくわけですからね。そういう意味では、やはり今、その、塾長がされていることは尊いことだな、というふうに、いつも思っています。はい。こういうところでね、まあ、伊藤塾っていうのは、この特にこの憲法という価値を大事にしている、そういう受験指導校であり、学校であります。で、このね、憲法ということを原点に、それ以外の法律、しっかり皆さん習っていってもらいたいな、というふうに思うわけです。さあ、じゃあ最後にですね、これは憲法がどんなものか、法律がどんなものかってことを、確認します。今日は3つの大きなポイントがありましたね。1つ目はどんなことを習ったかっていうと、まあ、試験。何点ぐらい出るんですか？配点どれぐらい取ればいいんですか？なんてことを習い。具体的に憲法って何かっていうことを法律と比べながら学びました。さあ、最後ですね。あとも10分程度と終わるんで、最後集中してほしいな、というふうに思うんですが、まあ、得点目標は、さっき言った通りですね。だいたい7割以上というところなんですけどね。さあ、学習の、憲法の学習の方法を最後、これで締めたいな、というふうに思います。さあ、先ほど言いましたが、まずは人権というものがあります。人権は判例中心、統治は条文中心、知識型問題を確実に解けるように、思考型問題難しいが、論点は何かを考える。まあ、こういうふうな感じでずらっと4つ出しました。これを最後説明して終わりたいというふうに思います。人権、さっき言いましたね。人権何ですか？我々の自由。ね。国家に請求するような権利、例えば社会権とか、そういう権利です。自分たちで表現できる、皆さん学習できているのも、学問の自由とかがあったりする。こういうものが憲法ずらっと書いてあるんです。宗教を信じていいよとか、信じなくていいよとか、いろんなことがずらっと書かれてるんですね。まあ、こういうものっていうのはですね、例えば我々は不平等に取り扱われないんだとか、国に対して平等に取り扱われるんだとかね、我々のプライバシーは守られるんだとかいうところ。そういうところっていうのは判例が中心なんですね。判例って言ったら何ですかっていうと、これはね、裁判で戦った、そういう裁判の結論なんですね。やっぱりね、その、なかなか人権、一つ考えてもらったら、平等か不平等かってね、それぞれの人によっても立場によっても全然違うこともあるじゃないですか。ね。国に対して自分は不平等に取り扱われてると思うかもしれないけど、周りの人はいや、平等に取り扱われてるとかね、思うかもしれないじゃないですか。まあ、そういうふうなものがやっぱあったりするんですね。でも、やはりそのね、人権的な平等か平等じゃないかっていうのは、この一律に、こう、バシバシと決めれるもんじゃないんですよ。なので、この人権っていうのは、およそこの判例でね、裁判所が、結論を出すっていう具体的に、じゃあこの場合は不平等だよね、だから違憲だよとか、この場合は平等だから、違憲じゃない、すなわち合憲だよ、なんていうようなところを学習していくんで、だから、具体的にね、やっぱり個別に一つずつ考えないと、それが本当に憲法に違反するかどうかってわからないもんですから、なのでやはりこの人権っていうのは、その裁判の結論というのが中心なんです。条文があったりするんです。条文ね、例えば皆さんね、憲法の条文持っておられたらね、まあこれもぜひ条文はね、ポケット六法でも判例六法でもいいんですが、まあどんな六法でもしっかりね、買っておいてほしいんですけど、ちょっと14条っていうのを読んでみたいんですね。法の下の平等とかね、1個。すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されないという人権を持つんです。そういう平等を保障されている人権権利を我々は持っているわけです。
でもね、差別されないって言っても、どういう場合が差別かどうかっていうのは、これだけではわからないので、具体的にするのが裁判所。その具体的にしたものが試験に出るんです。わかりましたかね。ただし、統治っていうのはね、まあ、これは憲法で言うと41条以下に、統治っていうのがずらずらというふうに出てくるんですけども、統治っていうのは国家を治めていく仕組みですから、仕組みはですね、やはりしっかりと決まっていないと、それがブレブレね、ある場合によっては変わり、ある場合によっては、良くなり、変わりっていう、そのブラブラとブレてるようなものではダメなんです。だから、しっかりと、いわゆる何が言いたいかというと、例えばね、41条、ね、国会は国権の最高機関だって、国の唯一の立法機関だ。とかっていうのが、これがブレブレね、その場合によってブレたらどうですか？変わったらどうですか？だから、統治っていうのは、裁判云々ってあんまりね、ないんですよ。その仕組みですからね。仕組み。なので、この仕組みっていうのは、そんなコロ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 、やっぱり、その場合によって変わるっていうものではないので、だから、条文をしっかり学習すれば、点数が取れる。だから、条文中心っていうふうに言ってるわけです。これね。人権は判断。またこれ、ちゃんと皆さんね、講義の中で言うていきますからね。で、次三つ目は、知識型問題は確実に解けるようにって、もう覚えていると解けるもん、ちゃんと解いてねっていう話だし。で、ただね、憲法って、意外とね、難しいんですね。もしかしたら、憲法の問題がね、その行政書士の試験の中で一番難しいこともあるんですよね。なぜかというと、現場で考えて、その場で、本試験で考えてね、もうその法の試験に自分なりに方程式を作って答えないといけないような、そういう問題っていうのはそれなりにあるんですね。だから思考型問題、現場思考型問題っていうふうな感じでいいかもしれませんが、まあこれは取れなくていいんです。ただ、論点は何か考える。要するに、生徒がまあ五種択一式で五問あってね、まあ二つぐらいまで絞れるとか、三つぐらいまで絞れるとか、まあ論点絞れるっていうのは、要は正解できる確率上げておいてって意味ですから。ね。そういうふうに論点絞ることによって、正解できる、ね。五択から分が、二つはこれは違うだろうと論点整理できて、二つは違うと分かったら、三つ三分のうちで、一つ選ぶとね、五個のうち一つ選ぶんで、どっちが確率高いですかというと、当然、三分の一、二分の一なんで、そういうふうに正解できる確率を上げていこうっていうのが、論点は何かを考えるというふうに、僕は考えているわけです。はい。っていうところが、これは憲法の学習なのでね。まあ、今日いろいろと言いましたがね、今日は皆さん見ていったことなんですけどね、まず憲法の7割、頑張って取るんだよ、とかね。その取り方、憲法と法律の違い、そして学習の方法ということをね、これ、もし皆さんが勉強している中で忘れたら、もう一度ね、この体系編のところを聞いてもらったらいいんじゃないかな、というふうに思っています。はい、まあ、今日はね、体系編なので、まあ1時間ということですが、ちょっとね、早めに終わりたいな、というふうに思いますけどね。だいたい50分程度になってきますけどね。はい。まあ、最初なので皆さんちょっと疲れたかなというふうに思いますが、お疲れ様でしたね。今後、本当に1年間、どうぞ、平橋講師、坂本講師ともにね、よろしくお願いします。まあ、何かあれば皆さんね、ともに、助け合いながらね、わからなければ聞いていただいて、皆さんの助言としていきながら、最後まで、合格引っ張っていきたいなというふうに思っています。はい。それではね、今日の憲法の体系編。終わりたいと思います。ありがとうございました。